6年7年前だと思う、もっと前だと思うんですけど。皆さん野球楽しんでますか？カモネギックス監督のシューです。今回はグラブ特集その2というか続きということで、今回紹介するのはこれです。ハイゴールドさんのエキスパートシリーズだと思うんですけど、片付け済みなんですけど、ピッチャー用軟式で、これは田口スポーツさんで注文させていただきました。もう何年前だろう、6年7年前だと思う、もっと前だと思うんですけど、まあ、ハイゴールドしっかり皮がかっちりしていて、揉んでもらってるんですけど、しっかりポケット以外は固く出来上がってて、かっちりした印象があります。ワイドヒンジ2本ワイドヒンジになってて、ピッチャー用なんですけど、ちょっとなんか手元は浅くなるようにできてます。このグラブを作ったぐらいの時に、まあ、カモネギックスになるチームというか、カモネギックスの前のチームを対談してまして、まあ、ピッチャーで作ったんですけど、それどころじゃなくて結構内野のアピールに必死で、カモネギックス今のチームに入ってきて、あんまりちょっと出番がなかったグラブなんですけど、ハイゴールドさん皮がしっかりしてるんで、まだまだ全然使えるんで、昔のグラブもいっぱい使って、まあ今週はいつもカモネギックスじゃないんですけど、別のチームで試合また出ることになったんで、いろんなグラブを登場させていこうかなと思ってます。今回のグラブ紹介は以上です。チャンネル登録、ツイッターのフォローぜひよろしくお願いします。